ださりありがとうございました。ジャムの味はどうでしたか？今回はジャムの作り方を紹介します。こんにちは、稲西小学校の4年生です。今日は林間で採れた木いちごを使ってジャムを作っていきたいと思います。うまいちご、砂糖、レモン汁です。砂糖はいちごの半分の量です。レモン汁は大さじ2杯です。作り方は鍋にいちごと砂糖を入れて中火でぐつぐつ煮ます。煮えたらレモン汁を入れます。まこちゃんが入れてちゃんと沈んだところで止め、すごくおいしいね。おいしいです。うん、ジャムがプチプチしてる。うまいちごの種がプチプチしてておいしいです。どうでしたか？簡単なので作ってみてくださいね。